言うないで。皆さんこんにちは。はい、今日はねちょっとね、今日起こったことの話をしようかな。今日起こったことの話をしようかなと思って、はいね、今回ね動画を撮ってます。はい、どんなことが起こったかというとね、今日ね僕ね、あと言っときます。先にそういっぱい酒飲んできたんでちょっと酔っ払ってます。あ、許して。あ、だからちょっと不適切な発言しても許してほしいわ、お前らな。一応このモンスターでアルコール洗い流すけど、ちょっと許してほしいな。うん、今日いつも通りゲーセン行ってたんだよね。京都河原町ラウンド1のゲーセンにね、音ゲーしに行ってたの。これ毎日の日課だからしょうがないんだけどね。行ってたら、なんか、まあ、行ってね、音劇してたんだよ。すると、音劇のね、プレイの合間にツイッター見てたんだけど、なんか、フーミンが、今、京都河原町にいますみたいなこと言ってて、ほーっと思って、いるじゃんと思って、まあ、ほーって思ってたんだけど、でも、なんだろう、うん。まあ、ね、まあなんかね、女性の方を、なんか中心に募集しますみたいなことで。だからなんか女性、今回ね、女の子限定の企画なんかなと思って。まあ、じゃあ俺男だし、しょうがないよねって思ってたんだよね。するとね、俺も腹減ってくるじゃん。ね、音劇やってると、音ゲやってるとね、腹減ってくるから、じゃあ一旦切り上げて、ちょっとラーメンでも食いに行くかと思って。芥川っていうね、ラーメン屋があるんだけど、まあ、そこにちょっと行きたいなと思って、一旦、音ゲーちょっとやめて、芥川行こうとした。ね、芥川行く途中で通る大通りみたいな、車が通る大通りみたいなのがあるんだけど、そこ行くとね、あの赤いシルエットがね、あの姿は、あの赤い孤独なシルエットは、コブラじゃないですよ。フーミンじゃーんって思ってさ、もうフーミンじゃーんって思ったらもうこれ話しかけるしかないよね。俺生まれて初めて生フーミン見たわ。これ生初めて見た、生。これ生初めてです。フーミン処女、フーミン童貞卒業ってことでね。はい、今回初めて、生まれて初めてね。ツイッターはちょっと前からね、FF9 だったんですけど、生まれて初めて僕、フーミン見ました。見ましたよ、フーミン。ね？で、まあ、見たら話しかけるでしょ。でね、まあ、うちの親もね、若手 TV、いや、お母さん見てないけど、親父見てんだよね。学歴中だから。うちの親父すごいよ。何がすごいってね、各ね、都道府県の、ナンバーワン高校とナンバーツー高校ぐらいね、言えるぐらい学歴中なんだけど、すごい学歴中なんだよね。で、ね、若手 TV も漏れなく見てて、俺が実家帰るたびに、おい、高田風民がさ、高田風民がって、いつも俺言ってくるから、うっせえなこいつとか思いながら。ごめん、親父。恥さらしてごめん。ね。でも人間って生きてる間は生き恥だからね。生き恥いっぱいあるからね。まあいいじゃん、みんな。親父許して。うん。酔っ払ってるから。これ嘘ってことにしとくから。うん。でね、まあ、それぐらい言ってたから、俺もね、せっかくね、実家帰る土産話にちょっと欲しいなって思って、ちょっと風民に話しかけました。まあ、それだけじゃなくて、ちょっと俺もね、ちょっと生風味にね、興味あったんだよね。お前らさ、好きだろお前。な、生八橋。俺も生八橋好きだから、生風味好きだからさ、生風味にさ、話しかけに行ったらさ、目あったら分かったみたいな俺のこと、もごって。お、もごじゃんってなって。あ、でも彼の発想は、もごもごじゃんで、俺もね、こっちっすってなって。で、ね、でもね、やっぱ社会人だな、なんだなって、その時僕は思ったのがね。やっぱり、若手 TV でちゃんとした大人なんだなって。SNS で、若手のアンチコメを書くやつよりはよっぽど大人なんだなって思ったのは、やっぱりね、対応はしっかりしてる。うん。リアルの人間に対する対応はしっかりしてる。ちゃんと大人なんだなって思った。うん。うん。しっかりしてる。本当にしっかりしてる。うん、でね、まあ、俺会えただけでめっちゃ嬉しかったんだよね。ね、俺の親父がね、ファンであるっていうことをね、しっかり伝えたんだよね。うちのね、親父がね、ファンでね、つって。うちの親父がちょっとファンなんですけど、
あのね、うちの親父がね、お前出ろよっつってね、すごい言ってくるんですよ。でもさ、つって、それ言うたびに、俺、親父に言っててね、つって。でもね、つって、風民の方にも事情あるでしょ。あのね、俺を出すよりも、他のね、もっとフレッシュマンを出す方が、やっぱ、いいってことのが多いわけだから、多分俺は出られないと思うよっていつも言ってるんですけどねって、風民に言ったんだよ。するとね、風民ね、あ、じゃあショーツ取るかみたいな感じですね。じゃあショーツ取ろうみたいな感じで。取っていいみたいになって、ショーツ取ったんだよね。でね、で、じゃあいつものキャラでお願いしますって言われてね。ね、それまではね、ちゃんとね、あれだよ。風民も俺もね、お互いね、すごい礼儀正しかったんだよ。あ、俺もね、あれだよ。普段、ファンとかね、道端にね、話しかけてきてくださる人多いけど、いらっしゃるけど、その時ちゃんと対応してるよ。いや、ありがとうございます。みたいな感じで、本当に。あのね、で、それが俺は社会人の基本だと思ってるから。社会人というか、人間が社会で生きる上の基本だと思ってるから。俺はちゃんとしてる。たとえ俺より年下の人間でも、初めの、一番最初ぐらいは、ちょっと敬語使って、その後ちょっとね、ちょっとキャラっぽくね、演じるっていうのが俺の普段のファンへの対応なんだけどね。でも、高田風民も多分、ね、風民さんもそんな感じで、まあ、お互い初めはね、そんな感じで、ちゃんと礼儀正しくしてて、俺、すごい好印象だった。で、後でね、B 山がやってきてね、B 山がやってきて、俺がね、ちょっといじる感じで、あ俺のことつまらないって言ってた人だって言ったらね、あ、どういう対応したと思う、お前ら。いやいやいや、ほんとすいません、申し訳ないですって。ちゃんと言えるんだよ。しかも、申し訳なさそうに、ちゃんと言えるんだよ。お前らな、ちょっとね、多分、俺の視聴者多分みんな分かってると思う。だから、ここに、これ言うのは、ね、俺の動画あんま見てなくて、この動画にたどり着いてきた、分かってアンチのお前らに言いたいんだけど、あのね、ちゃんとした人だからね、割と。割と、かなりちゃんとしてるからね、対応。どこぞの、なんか、道に邪魔な奴がいたら、邪魔邪魔邪魔お前どけ邪魔とか言う、どっかのね、YouTuber とは違うんだよ。偉い。うん。あ、気をつけた方がいいよ。あのね、いろんな YouTuber の、いろんな口コミ俺に入ってきてるから、あのね、気をつけた方がいいよ。悪い評判とか。あ、もちろんね、あなたたちも僕の悪い評判ね、拾えてもらっていいっすよ。うん。あ、じゃあ、先に言っとくか、俺の悪い評判。俺、酒で酔っ払って夜中叫び、叫びながら、歩いてます。こういうの多分ね、もしかしたら知ってるかもしれない、みんな。うん。うん、だから先に言っとく。うん。俺もそういう悪い評判あるけど、まあ、おそらくお互い様だからあれなんだけど、いろんな YouTuber の、悪い評判、俺のとこ来てるからね、リアルの。リアルの生活で見かけた YouTuber の悪い評判来てるけど、言わないけどね、気をつけた方がいいよ。でもね、そのリアルの振る舞いを考えたら、高田風民さんとかね、もうここはここもここさん付けさせてもらいますけどね、この瞬間だけ。ね。やっぱりその何D 山さんとかね、しっかりしてたよ。しっかりしてた。ね。まあね、お互い頑張りましょうよってなってね。いや、お互いね、本当に頑張りましょうみたいな感じになってね、お互いね。まあ一応俺もね、小さいけど YouTube やっててね。まあね、一応ね、どっちも動画を作るという人間だからね。お互いね、僕じゃあ、お互いね、ティモトリエさん頑張っていきましょうっていう話をしてね。で、言っちゃ悪いけど、一応大学にいて、まあそれ、ちゃんと社交性をね、培ってきた人たちなんで。はっきり言って兄弟生なんてもっとひどいやついるよ。ああ。どこに所属してるやつとか言わないけど、本当にサークルとかやね、俺、いろんなサークル渡り歩いてきたか分かるんだけど、ほんまにカスみたいなやついっぱいいるから、社交性もなくて。てか、一番厄介なのは、社交性あるふりしてるバカだからね。あれ、ほんまに厄介だから。社交性あるふりする、社交性あるふりして、裏で、いじめとかやってるやついるんだよ、サークルで。いっぱいいるんだけど、ほんまに俺の友人とかね、俺の親しいやつら、ね、そうやっていじめられてきたように何度も見てきたけど、いるからね。それに比べたら、ちゃんと社交性あるよ。で、ちゃんと動画ではこういうキャラでいきますんでって感じでね。俺も言われたよ。今回ショーツ撮ったんだけどね。じゃあ動画、いつものキャラでお願いしますって言われて。で、俺のいつものキャラでやって。ね。ちょ、面白かった。ね。嫌いな YouTuber って聞かれたんだよね。ここでは言わない。ね。お前らはね、ショーツ上がった時に見てほしいけど。ね。ちゃんと言いましたよ。でもね、きちんと分かってほしいのはね、ここも、まあ、本当に嫌いかどうかっていうのはね、そのね、好き嫌いのね、ね、1-0じゃないんだよね。ちょっと思うとこあるなっていうのも嫌いだと、ね、言うこともあるし、人間って。だからね、そこは、まあ、僕がどう思ってるかっていうのは、まあ、実際のリアルの僕の心情とは確かに異なるからもしれないけど、ちゃんと俺は嫌いな YouTuber はって聞かれたから言いました。
嫌いな YouTuber の中に入ってた人ごめんなさい。うん、でもね、まあそういうことがあって、でもね、俺本当に嫌いなやつってな、俺名前出さないから、うん、っていうことがあってね、俺高田文美と今回会ったんだけど、すっごいいい対応だよ。ほんで俺周りファンが来てた、ファンがね何か来てて、その人たちもすごいいい対応だった、うん、ほんまに好印象だった俺、うん、いや元から文美は対応がいいっていうのを知ってたんだよね。知ってたんだけど、あ、ここまでいいんだって思った。いやほんまに絶対あの人らね、あぐらかいてない自分のあれに、地位に、うん、あーこれはそりゃ人気出るわ思った。認めざるを得んわこれは。うん、なんだろう、だからなんだろう、多分ね、あの若手 TV はね、あのほんまにね、あ、学歴系楽しめないやつだねとか、見に行ったら不快になるだけだよ、見に行かない方がいい。で見に行って批判して、なんか高田文美の人格がどうのって言ってるのはほんまにお顔違いだと今回確信したわ、うん、でそれ言えるのは、じゃあ普段から今まで一度たりともルッキズムも学歴差別も一切、そういった差別系一切なく生きてきたやつだけ石投げの、それ以外のやつはあの動画に石投げる権利はないと、彼らのリアルのきちんとした社交性のある振る舞いを見て俺は確信したね、うん、それ本当に思ったのでね、ねえ、もしかしたらね、今後ね、俺が動画になったりね、するかもしれないんですかね。その時はよかったら皆さん楽しみにしといてください。俺すごいよかったわ、今日の対応、うん。俺に対してこんなに真摯に対応してくるんだと思った。ね、でもね、これあれかな、あいつらの策略かなこれ。俺策略に払ってんのかな。でもいいや。ということで今日はこの辺で。じゃあね。